でもいい。俺あのあちょっと待って。呼んでっけ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 。ばあちゃん。ねえ、閉じちゃった。何？俺のさ、肩書き考えたんだけどさ、クルイメイトってどう？クルイメイト。おぉ。狂ってるメイトってことね。あ、そうそうそう。クルイメイトのネロちゃんです。よろしくお願いします。っていう挨拶。かっこいい？かっこいい。死にたくねえよな、お前。おい。うん、死にたくない。死にたくないな。おい。かっこいい、かっこいい、かっこいい。経緯をお話ししますね。おにきが武器庫の下のハンドガンしまうところで影丸に乱暴されたらしいんですよ。で、おにきがお嫁に行けなくなっちゃったっていうから、それの話を聞いてたら、重傷じゃないかそれは。で、スナパイさんが僕の真上にいたんですけど、死んじゃったんですよ。私も乱暴されたことある。影丸に噛んだな。影パンってアナウンサーになっちゃったけど、影パン呪ったんじゃないの？でも、いや俺はね、動いてたんだ。動いてない人が犯人だよね、ウォーロック、ね、そうよね。アルパン、影パン、ネロパン、トシパンが無理。あ、じゃあアルパン、影パン、ネロパン、トシパン、タケパンが無理。パン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 、そうね。トシパン、ノパンでいいだろ。それだったらハチコ怪しくない？さっきなんか言ってたじゃない、告白されたら入れるとか。どんだけ、だってハチコだけ照れてるもん。そんなのないだ。何だよ、なんだよ、なんだよ、何だよ、何だよ。ナナズパンはずっとエレクトリカルで、ナナズパン、街のベーカリーズの名前、ずっと一緒に動いたんで、スナパイパンの、スナパイパン、何見てるんだよ、お前。これはすごいね。なんでダメなパンがあんねん。スナパイさんか悪くないよ。あいつにしたわ、あなたも。もううるせえ、これなくなっちゃうじゃん。もうやだ。高さんにどこはできんだ。おい、こいつもでこいつ。おい、スナパイ。バーカ。あ、なんつったてめえ。バーカ。おい、もう一回言ってみろや。バーカ、ホマルキュン、コブリブリアロー。やってないでしょ。おい。なんだよ。遺言はそれでいいか。バーカホ。おい。バーカバーカ。こいつ腹立つな、マジで。ぶっ殺してよ。ドッドッケンタランタランテニーナ。ダラダダンネデンナンナバナビンナンナナナナビラ。やばいやついる。はい、この木何の木、気になる木、気になる木、夏目の話が気になるね、の気になる木、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 気になる木。あ、いや、これ違うんですよ。あのさ、どうした？何？何？何？マット。マジマット？連れて見ていた。普通の？早いマット。でっかいでっかい、めっちゃでっかいそれ。よし。ん？みんなずずさんの情報。大悲鳴じゃん。いや別にでもこれは、うん、ねえ、そんな叫ぶことでもないから俺は結構しますけどね。お腹痛い。びっくりした。びっくりした。残念でした。ななこちゃん、ズダ逃げるんだ、ズダ逃げるんだ。行けろ行けろ、ななこさん、ななこちゃん、ななこいつ、ななこ逃げろ、ズダ、ななこちゃん、ズダ逃げるぞ、逃げるぞ、ななこちゃん、逃げるぞ。お願いします。やばい、おね抜けねしまーす。どうしよう。さあさあ、ダッサーになるのか、それともナイスギッサーになるのか。さあ、そろそろボタン押してもいい頃じゃないか。そ
うねそうね。もうまさけ。うん。もうもういいのそこ。ごめんなさいごめんなさい。なんか知らんけど無性にイライラしてる。え、どうしたの？無性にイライラしますね。足向いてないんじゃない？カルシウム取ってる？あんまりスプリンターってないな。あ、まあまああるあるあるんだけど、あるんだけど。ズズ、ズズのこと宣伝してあげようか。うん、え、嬉しい。俺だったら拡散力半端ないから。うわあ、すっげえ嬉しい。宣伝していい？お願いします。いい。嬉しい。何それ。じゃあ行ってくるね。うん。おお、どうした？あら、どういうこと、どういうことですか？どういうことですか？スナパイさんってなんで右直さなかったの？踊らされてました。もっと宣伝してな。わかりやすい。なんでこっち強靭や。なんで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 。ナナコさん、米そぼ直さずに逃げて走って。直せないだろ。逃げてない逃げてない。容赦なくな。なんかなっち？何？夏目もフリーザになったら面白くなれるかなって思ってフリーザしてみるね。いくね。デスビーム。どう？ちょっともう一回やってみて。すいません、あのなんかこれを流しながらスプリンターだったら走り回ってたら七子さん引き殺してしまったみたいです。呪われていたようです。暴走はまだいいけど殺したあかんよ。はっちゃんめっちゃ笑ったらいい。シャワールームです。今のお前それ。またもう懲りねえな。またやられてるって。絶対絶対またやられてる。早すぎて止めれー。ほらーもうなにさっきの呪い容疑の二択のうち一人死んだよ。もうはっちゃん、ボロックで打たせていただきます。あー優しくして。 AC フィット全開。ブーな。やったー。ズー気持ちいい。脳汁ぶっしゃ。釣れたか。誰や。笑いすぎだよお前。引き殺し知人さんが報告した瞬間大爆笑やったからな。笑いすぎだ。殺される殺される。中野っち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 。違う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 。中野っち中野っち中野っち。違います。どういうこと？状況が欲しい。うん。ルビータスクのところに一人佇む中野っち。うん。扉も開けず。うん。その後僕がエレキからメインに入った時、中野っちが追いかけてきた。え、そして次のページ読みたい。突進さんと僕は出会う。うわ、気になる。助けて突進さん。突進さんは僕の代わりに敵を撃ってくれとただ僕にぽつりと言い残した。言い過ぎだろ。そんな尺ねえよ。った時、それが山。そうなんですよ。もうつろな。もうどっちか決めましょうよ。じゃんけんしてもらう。じゃんけん。うん、やっぱ公平にじゃんけん。そうですね。じゃあ竹雄さん、スナパイさんでじゃんけんで、はい、いきますよ。いいですか。最初はグーじゃんけんポン。じゃあスナパイさんから。スナパイさんから。のおい。気持ち DM。昇降機左で、おそらく僕にウォーロックが仕掛けられていたと思ってて、竹雄詩人のどっちかにウォーロックがいる。で、じゃあじゃんけんですか。いや、なんでだよ。いや、もう、なんか、あー、そっかそっか。一応してもらってもいい。一応してもらっても。最初はグー、じゃんけんぽい。このゲームってアモングアスかなって。詩人さん合ってる、合ってるよ。詩人さんおかしくないよ。もっと怒っていいよ。
1枚2枚3枚と洗濯が大変なのよ。タオルが1匹、トッシーさん、はい、流行ると思うやつちょっと見つけたからこれ使っていきましょうよ。流行ると思うわこれ。どんだけー、どんだけー、もう8個それ、そんだけー、こんだけー、どんだけー、こんだけー、こんだけーっていうのはいいけど、あ、どんだけー、こんだけー、え、兄さん、はい、役職ちょうだい、ないの、うん、欲しい、欲しい、あげるよ、え、ちょうだい、どんだけー、こんだけー、どんだけー、こんだけー、こんだけー、こんだけー、無駄ない、もう貼っちゃうんだよ、貼っちゃうが、どんだけー、こんだけの圧で殺してた、今見たらすごいな、どんだけー、すごいよ、タイミングで夏目先生の脳がボンって爆発した今。すごいな。覇王色のどんだけや。もう。ハッチャーのその声で爆発した。ように見える。ように見える。ように見える。でもでもいい。俺あの。あ、ちょっと待って。どんだけ。どんだけ。どんだけ。ハッチャー。どんだけ。ナイス。ナイス。どんだけこんだけが釣られたところで、うん、CG さん。事情を説明してください。どんだけこんだけの会場のすぐ隣でドアが閉まっていた金庫にハッていう詩人さんとこの話をしたいわ。ハッていう詩人さん、前のターン僕ちょっとあの煩悩を全部投げ捨ててタスクをちゃんと完遂するっていうね、あの任務を、はいはい、あの実行してやっと終わったんで、やっと話せるようになったって。あ、そうそう、中野さんは金庫室に俺といて、どんだけこんだけっつっていなくなりました。死の呪文なんだね、あれね。そうなんだ。シジさんはインポスターなのかな、わかんないけど、死体と一緒にいたってことだね。そうです、じゃあインポスターで来てみるね。あ、ぜひぜひ。どんだけぜひぜひ。こんだけこんだけいや、呪いだよ。怖いね、そのに、どんだけこんだけ周り殺して、怖いね。